じゃなく真上から、はい、そうそうそう、それやって切れる、うん、それでいけます、うん、その感じ、足は引いとかなあかんよ、足切って真上、はい、そのまま、そうそう、はい、それでいきます、うん、はい、これでいきます、はい、これでいきます、でこれ切れるから気付けなあかんよ、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、よし、足は大きく引かなあかんよ、もっと前入れます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 、まだ前出る。はい、そこでえいっと切ってごらん。そうそう、切れたね。はい、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。もう一発切れるね、これ。はい、こうよ。足切ってな。もうちょっと前出る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 。はい、今取ってるよ、あなたが切るの。刀を大きく振り上げて脇じゃん。そうそう。はい。ああ、切った切った。切れたでしょ。ね。これいいんです、これいいんです。切るのたくさんあるからね。これまで切ってみてくれる？はい。体力の許す限り切ってください、はい、上からちょっとずつ切った方が経済的やね。ああ、それよろしい、それよろしい、よろしい、よろしい、問題ない、角度もよろしい、はい、よろしいですね、はい、これまた後からね、もっと行こう、まだ行けるよ、せっかくやもん、よし、これ細いよね、これもやりたいね、ちょっと言って、あ、ここで一応ゴマは止める、あの下まで切るとちょっと行き過ぎになるんで、短いだね。短いとしんどいな。片手で切れるのがいいことですよね。なかなかあの手にしびれが来てるものとか、老人は片手で切ったら刀これじゃないですか。はい。だから普通に非常に。いや、それぐらいあれ、いつも私らが切るのはね。
かな、の切れ味が悪いから。そうですね、慣れへんとやっぱりちょっとやりにくいですね。これはちょっと変わった打ち方なんですけどね、普通はこう引き切りにするんですけれども、これで押しで切ることも一応あの野球審査切るとかであるんですよ、そういう技が。押し切りっていうのが普通に切る分は、ちょっと太いやつはあるかな。刀を持って買ってるのがね、やっとという。先生行きます。なるほどいいです。いいです。あ、あるか。あるってない。そのまま刺したらあかん。ちょっともう刺したらあかんや。はい。一応今向きましたね。あるって、あるってない。はい。どうぞ、下がやかくて。え？下がやばい？皆さんの現象もこれからやる。みんなと社内の皆さんと記念写真撮りたかったけどな、カメラも持ってたんやけど。どっち行きます。ああどうぞ。さっきの先生見えなかったんで、はい、僕あなたたちね、切り手やなしの他の部門がこう直しに行ってあげるんですよ。現実の方はこう上からポンと入れ張るところが多いですけども、居合の方は大体こんな感じで水平に近い形で入れますね。まあ、もう一つ前はちょっとこう、はい、こうやってシャッとさ
え、どうだろう。そのリモートちょっと待って。あ、そう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 。全部落ちてるやり言うたら、ね、今ちょっともう一回、これちょっと届いて、そんなの。え、何こっち振りして、はい。これありがとうございます。これ、出してくださいよ。これ欲しいわ。あ、それこれ僕の言うたのやつじゃないですけど。え、あ、いいんですよ。なんか他の人見られたら、あ、いいですよ。大丈夫ですか。はい。結構、全然ないですよ。見たくから。よし。なんていう YouTube のことなんですか。ね、サイクルさんかな。あれ、サイクル9、サイクル9さんか。趣味やからね、すぐ倒れるから、倒れるまでに、倒れる前に切ってしまうな。はい、で、ちょっと戦えてくれる？はい。もう、はい。ちょっと太いね。はい、まあまあ、それでもいいでしょう。しっかりしたでしょ。はい。そっち、ちょっと太いね。そうそう、そっち。上からね。はい。ほんとはトンと来なあかんで、上から。はい。ありがとう。